建物が例えば神殿が破壊されてしまったと、上に新しい神殿を、建てられたなかった修復されていました。だから神殿の土台と上にある大理石の石の時代は全然違う時代になります。土台は3500年前の土台、お客さん上にある大理石のものは2000年前のものになりますね。お客さん、神殿というのは礼拝堂ではありません。神殿というのはその人間は町の中、その神殿の中に入ってお祈りするチャンスがなかったんですね。神殿というのはもともとは神様の石像。